はい、こんにちは、すです、えー。今日はですね、12月17日の、ね、米国マーケットを振り返っていきたいと思います。今日のヘッドラインはね、えー、コーポラ相場、オミクロン相場急変、警戒っていう内容をね、送っておきたいと思います、えー。今日もね、最後まで見ていただいてね、いい動画と思っていただければ、ぜひぜひね、チャンネル登録、いいねしていただけると嬉しいです。まあ、オミクロン相場急変、警戒っつって、もう急変してるよっていうね、ツッコミはね、追いといてですね。 あのまあね、本当に1週間お疲れ様でした、かなりね、FMC もあり、ね、かなり相場ね、ボラティリティが高く、荒れた1週間だったんじゃないかなと思った私もね、まあ、相当疲れました、今週はねうん、あまりにも疲れちゃったんでね、ちょっとね、あのー、もう本当にサムネイルにちょっとボラを置いてみたりとか、アバターもね、少しでもね、ちょっとね、癒し系ということでね、今日はね、柴犬,柴犬でね、お送り届けたいなと思ってます。 初めての方は、ね、自己紹介、こちらあるんで、ぜひ見てもらえればと思います。えー、当社自己責任をお願いします、まあ、私、引き続き、ね、長期的には、ね、999プラス v t i でいいんじゃないかなと思ってます。あのまあ、割合は、ね、でも64という感じで、あのまあ、今まで、ね、結構7とか8ぐらい999ののを若干、ね、あの v t i に寄せてきて、まあ、あのこれから来る、ね、金融引き締めの相場でも、まあ、少しマイルドにしようかなという意味合いで、ね、あの64という感じにはしています。 でえっと、単あの個別はね本当に今、ガファムティー以外持てないんじゃないかなという,ふうに思ってるんで、引き続きねあのガ GAFAMT、個別で買う、もし買うとしてもガ g a f a まあそれ以外は結構休憩でもいいんじゃないかなと思ってますね、休む相場なりじゃないですけども、も今、オミクロンも入ってきてるし、インフレもあるし、金融緩和もあるし、今方向性見えないんでね、基本的にはまあ持つ感じでもないかなと、ね、思ってます、個別はね。はい え短期的には、ね、今ちょっと、ね、あの相場はどうなるかちょっとよく分かりませんあの今週は、ね、本当にバリューシクリカルが上がったりとかテックが下がったりとかと思えば最終日は、ね、逆の動きになったりとか全然方向性が見えないので、まあ、あのどちらかといったら、ね、短期的には、ね、リスクコントロールしっかりしましょうということで、まあ、逆差し値をしっかりかけていったりとかあの、まあ、不確にも、ね、その逆差し値で現金になってしまった場合は現金としてホールドしておくとか。 あのね、もしちょっとあれだったら、ね、なんなら少しキャッシュにして、ね、余裕を持たせておくとか、ね、本当、リスクコントロールに注力する方がいいんじゃないかなというのを思ってます。これ、私の意見なので、ね、ぜひ他の方の、ね、YouTube、Twitter、ブログなども、ね、参考にしてもらえればと思います。でそして今日のねあの18時になると思うんですけども、あの今、ね、かぶくらアドベントカレンダーつってあの毎日毎日、ね、あの著名な、ね、インフルエンザの方がね、あのいろんな。 記事とか動画を公開してますんでね私もねこのすごいメンバーの中で、ね、末席に、ね、ちょっと加えさせていただいて今日の、ね、18時半からね私の会ということであの入金力を高める8つの習慣ということでね、まあ、せっかくの機会なんで全然その株とは関係ないねちょっとこういったお話も、ね、させてもらえればなと思ってます。ます、あ、入金力を高めるというかねなんかどうやって収入を上げていくかみたいなところを、ね、その雑談がてら、ね、やってるだけなんですけどももしよろしければねこちらもぜひ見てくださいというわけでね今日の指数チャート見ていきます え今日はヒーテックがね大きく下落した日になりました、ダウがマイナス1.48、S&P がマイナス1、ナスダックがマイナス0.07、そしてラッセルがプラス1、ビックスが21.57という感じになりましたね、まあ、ラッセルがプラス1ということで、まあ、ハイグロム含め、ね今日はね小型株に大きなねショートカバーが入るような動きでした。はい えっと1週間で見るとダウがマイナス1.7、S&P がマイナス1.9に対してナスダックがマイナス2.9ということなのでナスダックの方うが、ね、1%多く売られている結果になりましたね。うん、YTD で見ても15.5、S&P が23、ナスダックが17.7ということでね、まあ、直前まで、ね、S&P とナスダックの差は、ね、3%ぐらいだったんですけれどもここにきて、ね、大きく差が開く結果となりましたね。まあ、それででも、ね、5月以降は、ね、まだのの伸びてると思うので、まああの 私がずっと救急救を持っている理由は、この、なんていうのかな、このなんていうのかな、単純に決算だけを見るとね、当然、ナスダックの方が EPS が伸びていくので、今、短期的にはもちろんこの金融引き締めとかであのパフォーマンスが得られにくいと思うんですけど、やっぱり長期ラン、ロングランでは、やはりちゃんとこの EPS が伸びていく、ナスダックの方がしっかり伸びていくのかなと思うので、私は今後もねしっかりね、ナスダックの方に積み増しをしていこうかなと、基本的には考えてます。はい っていう感じで,、まあ、でもちょっと動きをマイルドにするために、ね、v t i 持ってますよという感じですね。はいまあ、でも今年、ね、これで15%、23%、17%だったら十分じゃないですかねと思うんですけどもね。えー、とね今日の、ね、ヒートマップはこっちらになるんですけどもちょっと面白い結果になりましたよね。えー、と例えばアマゾンがプラスというのはなかなか面白いですよね。で、テスラもプラス。 でテックの中では基本的にほとんどマイナスなんですけど、グーグル大きく売られてたりとか、n v i d i a はまだまだ埋められたりとか、まあ、そういったところ、ちょっとね、なかなか面白い結果になったなと思ってますで。あとはヒーテックはね全面的に売られる展開というようになりました。はいでね、今日あと、ね、1週間のパフォーマンス見ていきますね。1週間で見ると、あのまたこれ珍しくですね、GAFAM が本当、マイナス5%前後ぐらいやられる1週間となりました。ね、こんだけ GAFAM がやられるのも、まあ珍しいですよね。 テスラにたってはマイナス8%、NVIDIA はマイナス7.94なんで、まあ、相当ね、今回、あのガーファム、ビッグテックに対しても辛い週間、まあ、あとアドベとかも相当落ちてますしね、うんだいぶ辛い週間になりましたねという感じがしますね。フェイスブックプラス、アマゾンがマイナス1.27ということで、やっぱ先行して売られたガーファムっていうのは、ね、比較的穏やかだったんじゃないかなという印象を持ってますね、はいまあ、その他ね、やっぱヘルスケアとか、通信とか。 タバコとかね、そういったまあディフェンスな銘柄だけは唯一ね、今週上がっていったのかなという感じで、基本的には全面負けの状態だったかなと思って、ボラが非常に高い1週間でしたね。ビックスで見てもね、今日 21. 点いくつだ 21.58ということでちょっと高めにいるのは非常に嫌ですよね、うん、できればこれが19、18って落ちててくれれば落ち着くんですけどもき、まあ、今日もね、今日でメジャー S q も終わったので来週以降ね、ボラティリティという意味ではね、まあ、若干落ち着いてくれるのかなとはね、えー、思ってはいます今日はは、ね、あくまではメジャー S q があったのでまだまだね、荒れる対象日ではあったので <laughs> あのさすがに来週からね、まあ、落ち着いて、まあ、期待も込めてなんですけども、あのー、すごくフラットに見るとねリスクイベントはそんなないので。 まあ落ち着いてくれるんじゃないかなと私は思ってます。あのどっちの方向性に行くにしても、ね、落ち着いてくれるんじゃないかなと思ってます。金、えー、利ですけども2年金利が0.6310、えー、年金利が1.4ということで10年金利すごい下がってますよね、うんまあ。いろいろな説ありますけどもねやっぱ景気がどんどん減速が見えていくっていうことで、まあ、景気が減速してくるとね金利が下がる傾向にありますよというところがねやっぱあのー。 ああるるいう点もあるし、まあ、テーパリングを加速するということは、ね、債権を買い入れる人が少なくなるということもあって、ね、長期国債が、ね、あの買い支えが薄いというふうに、ね、見方もあるんですけどとにかく、ね、今は、ねえー、長期国債というのは下がっています。まあ、よく、ね、あの2018年の時とかいろんな時のテーパリングと比較されるんですけどもなんかそれの時のテーパリングに比べたら長期金利というのはかなり歴史的に安い状況らしいですね。こ、まあ、これが今後これがどのくらいいポジティブネガティィブブネガにひらあのつながるかというとうろまでは まあちょっと、まあ、どちらかというとポジティブじゃないかなと思うんですけども、ただ今までよりもテーパリング開始するとかいう意味では、なんか金利がね、割と低い水準らしいというね、記事をどっかでちらっと見ました。えっ、ー、と、SPI なんですけども、ごめんなさい、S&P なんですけど、今日ね、できたか超でかいですよね。高ちょっとできたか見えないかな。えっ、ー、と、よいしょ。今日できたかね、ぴょんって出てますよね。まあ これ以上メジャー SQ の日みたいな感じでやっぱあのオプションの決済が、ね、今日一度にこう集まる日なので非常に出来高が高い日となったので今日は、ねまあ、そのメジャー SQ はまあ割とその売られる日っていうのがおおあの陰線が出る日が多いんですね。これが前回のメジャー SQ がここですよね、おそらく、うん、陰線が出る日がこことかもうかクっと落ちてますよね、メ SQ ってのは分かりやすいだから今日とかは、ね、比較的落ちやすい日っていうのは、まあ、あるにはあるんですよね。うん、ああるるにはある だからまあここでメザー S 級が終わったんでね、まあ、来週からようやくちょっとその FOMC の内容を噛み砕いて本腰入れていく状態になるのかなと思ってます。テクニカルにはね、えー、50日平均戦をまあ試す形にはなってます、まあ今までねずっと50日平均戦でリバウンドしてきてただ1回だけ、ね、こう下抜けていったので、まあ、ここでリバウンドするかしないかっていうところがまあ注目にはなるんですけども目先、ね、リスクイベントないんでね。うーん まあ、50日平均線でねこうちゃんと反発しててくれるんじゃないかなってね、ね私自身は考えてます。はい、999がやっぱちょっと弱いですよね、あのー、今日はね、まあ、できたからそこそこあるんですけども、えー、999は今日ね、50日平均線をちょっと下に突き抜けてる形になってます。 なんで、まあ、一応、100日平均線というところを、ねまあ、目指す動きにはなるのかなというふうに思っているのであと、ね、1%から2%ぐらい全然あの下落の、まあ、幅はあるかなと思っています。まあ、ここで反発する可能性もありますけどもねあの50日平均線でもしっかりあの過去、返してきているので、まあ、可能性的には50日平均線でも返、ね、るよということがあるんですけども可能性的には、ね、100日平均線まで突っ込むことも全然あるんじゃないかなというふうに思ってます、はい、今、高値からだいたいマイナス5%ぐらいというところなんで。 まあ次あと2 3、3%落ちたら高値からマイナス7、8%ということでね、まあまあな調整ですよね、その時点でね。うんというふうに思ってます。まあ、グーグルとかマイクロソフト、アマゾン、フェイスブックとかもね、別に決算、そんな超大暴落するほどね、悪くはないと思うので、うんそんなこっから100日平均線を突き抜けてしてね、ガーッと落ちるっていうような、ね、印象はないんですけどもね、うんまあ、ここはちょっと、ね、注意深く見守っていこうかなと思ってます。あの、まあのま 999で言うなら100日平均線とか50日平均線をちゃんと跳ね返せるかどうかというところがね鍵になってくるかなと思います、はい、えー、今日は、ね、ARKW とか WCLD とか強い反発ですね、プラス3%、プラス3%なんですけど、まあこれは今日は明らかにねショートカバーでしたねって感じです、もうチャート的に見るとね、ねハイグロ、ね、もうこれはほとんどハイグロを代表している ETF と言っても過言じゃないと思うんですけど、もう本当にもう全然、このテクニカル的にはもうどこで下げ止まるかとかも全然分からない状態が続いているので。 き今日は単純にね、あのまあメジャー S q っていうところも絡めてね、単純にあのショートカバーが入った形なので、これでもってね、ようやくハイグロ復活、これから伸びる回だーっていうタイミングでは全くないなと思ってるので、まあ、ちゃんとね、床に落ちるの、結構ね、あのー、しっかりね、あのー、あれがあると思いますよ、しっかり、あのー、判定のタイミングがあるんじゃないかなというふうにはね、思ってます。けども WCLD もこの5月にさ一気にドカっと下がったんですけども、もここ何日ぐらいかな、5日ぐらいはねちゃんとそこう底を固める日があるんですよねで、その後これ何をイベントをきっかけか忘れちゃった確か消費者物価指数だったかな、これでポーンって跳ねるタイミングがあったので、まあ、あの一旦このね少しこうまとまって、そこを取る、ね、日、5日ぐらいそこを取る日をまあ待ってもいいんじゃないかなと、個人的には、ね、思ってます。はい でまあ今日ねズームプラス9.51、ペロトン6.63とねまあショートカバーっぽい動きでしたねということで、これは今日はね、CNBC、ちょっと見てたんですけども、c n p c でもあ話題になってました、ただね、もっともズームとかペロトンって考えると、もう PSR10 とか3とか、もうどう考えても金融緩和のなんていうのかな、ブーストが入ってない状態も落ちてきたので、まあ、単純にね、決算がね、少しでも良ければね、素直に反応する状態まで入ってるのかなというふうに思ってるんで、今日はね、報道を見てても、この、 ペロトンとか、こういったこう下がりすぎた銘柄のバリュー、こういうなんかハイグロバリュー的なもの、そろそろなんじゃねみたいなところはね、ちょっとね、テレビでもね、話題になってたっていう感じですよね。うんまあ、なんで、ペロトン、ズーム、あとはオクタとか、ドキュサインとか、この辺とかはね、もう落ちきってる銘柄だと思うので、ちょっとこの辺のね、値動きっていうところを見ていけばね、ああハイグロが今後、どこでね、反転していくのかなというところもね、少し見えたりするかもなというふうに思ってね、追ってます。 コモディティテオイル、ドルなんですけども、まあ、引き続き低いまんまですよね、今、オミクロンで経済活動がだいぶその抑制されているので、この辺は上がりづらい状況になるかなと思います、来週以降、ね、もっともっとオミクロン広がってくるのと思うので、まあ、それでもって、ね、経済活動だったりとか、インフレとか、まあ、こういった先物の原油の値段とかが、ね、どうなるかというところは、ね、少しね、あのーまあ、な何ていうかな、確認しなきゃいけないなと思ってます。ドルは今日かななり、ね、高いい水準になってきてきますね、はい というわけで、ね、ニュース、そんな多くないんですけども、ね、ニュースちょっと見ていこうかなというふうふに思います、えー。ニューヨークで、ね、1日に最大の、ね、2.1万,万件ですね万件の新規感染が確認されました。えー、これ、コロナ以降最高らしい、本当か最高なのか、あ最高ですね、えー、ここが今まで最高、ちっ2万タッチするんですけども、も今日2万1000ということで、本当、コロナ以降ね、最高の,、ね、あのこの辺をタッチしたということなんで、まああの、ニューヨークはかなり。 かなりオミクロン株が広が広ってます、うん、でこのままいくと全然ね3万、4万、5万とかそういったあのスパイクになると思うのであの死者は出てないんですけどね、幸いにもそんな。まあ、あのニューヨークだけじゃなくて、これが、ね、全米に広がるのはもう時間の問題かなという,ふうに思います。で来週以降ね、ねどんどん,どんどんオミクロンが増えてきて、そうなってくるとまたこう、なんちゅうのかな、まあ、今一旦たんヒーテックが売られて、そのバリューとか若干シクリカルにいく動きがあったじゃないですか。でも ただ、バリュー変わり続けるのかというところもちょっと微妙ですよね。あのーまあ、金融引き締めはあるんだけど、一方でオミクロンが来ると経済活動も止まっちゃうから、じゃあ何買おうってなったときに、オミクロンだったらハイテクだよねという流れも、ね、一方であるとは思うので、あのー、来週以降ちょっと、ねあのー、ちょっとどうなるか分からないなというところは、ね、正直な感想ですね。うんえー、デルタ株のの時は、ね、この 大体ほらこの5月ぐらいに、ね、こうデルタ株が増え始めたんですけどこの時は、ね、ちょっとあのデルタ株のおかげで言ったらちょっと不謹慎不謹慎なんですけども若干、インフレが弱まって、ね、で金融政策が少し先延ばしになったことによって、あのーまあ、この時にハイグロの,の、ね、転換点が見えたっていうのはありますので、うんまあね、今回もちょっとね、あのー 一応このハイテクだけに期待するわけではなくて、このオミクロンが少なくとも、ね、相場に徐々に影響を与え始めるタイミングが来週にまた来るなというふうに思うので、これはしっかり、ね、注視しておかなきゃいけないなというふうに思いますで、本当にこうセクターがコロ,コロコロコロ入れ替わったりすると思うので、今の本当個別は超難しいし、インデックスも本当に、ね、v t i とか999とかで、ね、999でもちょっと偏っているので、ね、v t a とかで、ね、大きく網を張ることでしか、ね、この変わる相場にちょっと対応難しいんじゃないかなというふうに思ってますね。 であととねちょっと細かいんですけども、オラクルが、ね、ヘルスケアのねねんて呼ぶんだろう、ね、カーナーでいいのかな、を買収しましまた、えー、30ビリオンぐらいで買収したということでね、ねかなり巨額の買収ということで、ね、株価はマ、ね、イナス6.39%になってます。はいこれはただのね、えー、情報です、えー。今日再びジム・クレーマーがね吠えてまして、今日の下落は買いだつってね言ってましたね。はい、まあ、これはじゃあかんよう参考としてね、ねジム・クレーマーがそういうふうに言ってましたよって話です。はい ま、あとは何があるかな？うん。まあなんでね。今日とかね。ちょっとその記事とかブログ見てても、やっぱオミクロンの話がすごく多くなってきました。やっぱ今日下げた理由の一つとしては、やっぱオミクロンをちょっと警戒してる。まあ、オミクロンで不景あの不明瞭感が出てきたので、それでもって。今日ちょっとね。ヒーテック以外が大きく、あの下げました。よということがあるんで、やっぱ来週以降ね。このオミクロンがどうなるかっていうところはね。非常に注目だと思います。まあ、土日でオミクロンがって、また増えると思うので、まあ、日曜月曜日のね。よりでね。 いったんどういう動きになるかというところが、ね、またねちょっと、まあ、来週、ボラが高い感じになるかなとか、ね、ちょっとね心配してます。はいまあ、例えば、オミクロンで言えば、そのアメリカの有名な、ね、NFL という、ね、この、あのー NS、NFL は、なんだっけ、アイスホッケーでいいのかな、アイスホッケー違う、フットボールって書いてあるね、アメフトか、アメフト、アメフトですね、すみません、あのー、アメフトがね、あのー、延期されることとなりました。 まあ,ねあのー、あんまり延期ということはないと思うんですけども、あのー、オミクロンがこう広がったことによって、実際に、ね、実体経済に、ね、影響し始めてきているあの、そういった例にもなるかなというふうに思ってますその他、ねまあ、なんか、レストランで従業員が感染したてレストランが広げなかったりとか、まあ、今、テストの、ね、予約が全然取れなくなってきているとか、本当にあのオミクロンが、この、 実体経済にかなり、ね、影響をああの与え始めてきているようなので、まあ、今後ね、本当、こういった相場の代わりに、ね、非常にちゅあの重要になってくるかな、重要っていうかね、あの相場の変わり目、ね、本当、なんちゅうかな、注視しなきゃいけないなというふうに、ね、思ってます、注視しても何にもできないんですけどもね、ただ、少なくとも今までの景気回復っていう路線からは、少し、ね、またストーリーが変わってくるので、まあ、またね、ニュースとかね、そういった状況を、ね、追っていく必要があるんじゃないかなと思ってます。 え最後にね、ちょっとだけね希望が持てるねあの話なんですけども、これはとあるねアナリストが言ってたんですけど、いわゆるねあのサンタラリーというところ、みんな年末ラリーというか、私も期待してたんですけども、どうやら歴史的には、の今年の最後の5営業日で、このなんつうのかな、クリスマスラリー、そして来年年始の2営業日が最も上がりやすいと言われてるらしいです、知らないですけどもね。だからそれをね、ちょっと薄い期待をかけてね、なんか。 あの来週一週間いい日一週目になるといいなと思ってるんですけどもしねあのサンタが来なければクマがねあのブロードウェイとウォールストリートっていうねとこのインターセクションに来るよっつってこれはまあニューヨーク証券取引所がねある住所なんですけどもねっつってねまあそういったなんかまあちょっとジョークで締めくくられてるんですけども一応希望を持って言うならば年末の5日ご営業日と年始の2営業日がね サンタラリー、ー年末ラリーといって株価が上がりやすい、上がりやすい時期らしいです。まあ、ちょっとね薄い期待を持ってね待ってみようかなと思ってます。で最後でちょっと決算なんですけども、えー、今日ねウィネ、ィネバーゴっていうまあこれあのキャンピングカーを作ってる会社なんですけどいい決算出してました。非常にいい決算出してました。EPS がね3.51でなんと1ドル17セントを上回るってことですよね。はい。 で売り上げも、ね、1.2ビリオンで、これちょっとあのー、シーキングアルファーが間違ってるんですけど、YOI46% で170ミリを上回るということで、非常にいい決算出したんじゃないかなと思ってます。インフレ化でもねあのこうやって EPS をちゃんとこんだけ残してくれるってことは、ね、き、まあ、昨日のフェデックスに続き、少しね好調かなと思ってます。あの11月末なんでね、この会社の決算ね、まあ、引き続きあの購買意欲は高いんだな,高いんだなという,ふうに思ってます。ただね あのちょっとこの銘柄はあのリオプリンの時に上がりすぎた傾向があるのであの、まあ、いい計算出してるとは言えね株価はそんなに反応しなかったんですけれどもって感じなんですけども決算だけを見ればね結構いい計算だったんじゃないかなというふうふに思ってます。はい え最後、スケジュール所管なんですけども、えー、と今日うが、ね、メジャー S q でした、なんで、まあ、今後、ね、年末から本当、決算シーズンに向けてね、そんなにリスクイベントないです、今は、うん、一応、リスクイベント的にはね、リスクイベントないので、あとは、ね、本当にこの給付の決算を見ながらね、給付の,の決算に応じて上がる、下がるっていう感じになっていくのかなと思ってます、給、ま、付、あの決算が、ね、どうなるかっていうのは、またちょっと慎重に見ていかなきゃいけないんですけども、まあ、今のところ、超弱いっていう情報もそんな多くないけども、 すごい強そうですよねっていうのも確信持てないなという感じなんでまあニュートラルよりやや,ややプラスよりのイメージを持ってますまあまだおおむねニュートラルなんですけどもマイナスというよりかはプラスかなっていうイメージでね私は見てますっていうのは EPS 要素プラス20%を21とか22ぐらいのね達成率になるんじゃないかなと私は今ね思ってますはい。 今週のね、あ来週の、ね、24日はねあの、マーケットクローズです。で、来週はね、月、火、水、木っていうね、4日間のマーケットになります。はい、で、その後すぐにね、27日からね、マーケット空いて、えーと、1日だけ休むっていうね、そんな感じになると思います。はい、で、いつ日 FOMC、議事録があるんでね、まあ、そこが最大のリスクイベントになるかなというね、印象を持ってます。はい、え最後所ね えー、正直、方向性は今、全く見えない状況かなというふうふに思ってます、本当に全く見えないので、今、本当、休むの相場ってことなんで、リ、まあ、スクコントロール以外の、ね、ことはしなくてもいいのかなと思ってます、まあ、あのリスクが取れないんだったら、キャッシュにしてみたりとか、あのー、逆差しのをかけたりとかね、今、セクターがこうどうのこうのってね、まあ、あんまちょっとガチャガチャ動かす時期じゃないかなとは思ってます、やるとしても本当にキャッシュにするか、きゅうきゅ v t i であれば、少しだけ、ね、バランスをいじるかぐらいかなというふうに思ってます。はい 目指す給付も終わったんで、ね、来週は少し、ね、落ち着いてほしいかなと思っています、えー。5月の例で言えば、まあ、オミクロンはインフレを抑制して、ね、ハイクロファイティンク復活のきっかけにはなったということがあるんで、来週ね、しっくりから大きく、ね、売られる展開はあり得るんじゃないかなと思うので、このオミクロンの動きね、引き続き、ね、非常に注意が必要かなと思っています、えー。テクニカルに言えば、イサンドビーが50日平均線、999が100日平均線を返せるかどうかだと思うんですけども、 あのー、個人的にはね、さすがに後者は100日平均税を悪、ね、い展開にはならないんじゃないかなというふうには、ね、思ってます。あのー、今までグーグル、マイクロソフト、アマゾンもそうか、とにかく EPS はかなり伸ばしてきたので。 20%落ちるっていうなると、ね、今年の EPS 成長を、ね、否定してしまうことになるので、さすがにないんじゃないかなと、私は個人は考えてます。うん、ただガファムがね今日、渋っているところを見ると、テックのトレンド転換ではないというふうに思うので、ハイグラはただのショートカバーなので、まあ、ハイグラはまだ難しいかなと思っています。あの大きな動きをせずに、ね、999プラス VTA というのは引き続き維持していますえ。個別はね、ガファム以外に変わるのが難しいので、私も,もう本当にね、 マイクロソフトもちょっとお客さんに駆られちゃって、もう本当にね今ね、本当にテスラしか残ってない状態になってて、テスラも今ね、ボーボーに燃えてるんで、なかなか辛い状況になってますって感じですね。まあちょっとタイミング見てね、ハイグロとか順次入っていければいいかなと思ってます。まあやるのであれば本当に999のバランス調整ぐらいで、6対4か5対5にねするぐらいかなっていう風うにね、思ってます。 いや本当にね、ボラテリティが高くね、目まぐるしい状況が続いてますね。来週はね、あのー、本当、どっちの方向性でもいいからね、方向性が見えるといいなというふうにね、考えてます。というわけでね、えー、引き続きね、こちらのノートにサポートいただけたら嬉しいでね、今日の動画良かったよと思っていただければね、ぜひぜひね、チャンネル登録、いいね,ねしていただけると嬉しいです。えもしね、昭け県引き続きもやってほしいなという方がいましたらね、ぜひね、そちらもコメント欄にいただけたら嬉しいです。というわけでね、き、え、ょ、ー、は。 12月27日、コーボラ相場、オミクロン相場急変、警戒という、ね、内容で送り届けました。では、ね、また次の動画でお会いしましょう。バイバイイ